ラルコットの一例。ラルコットは、多くの場合猫、ね、の画像に、ユーモラスで、風変わりなキャプションを、正しくない英語で付けたものである。ここで使われる方言はロルスピークあるいはキテピジンと、呼ばれ、インターネットスラングなどに見られる文法の、貧弱な英語のパロディである。ラルコットは、笑いを表す頭文字語の LOL と、キャットの複合語である。ラルコットは、イメージマクロの一種であることから、 キャットマクロとも呼ばれる。ラルコットは、主に英語圏のウェブでの文化でありが、像掲示板や、その他のインターネット掲示板で使うために作られている。ラルコットという語は、タイム詩の表紙に取り上げられ、アメリカ合衆国の国民的なメディアの注目を集めることとなった。同詩では、この種の非商業的な現象は珍しくなってきており、ラルコットは明らかに古典的な、 1990年代初期のユスネットを思い起こさせるとしている。I am in you の形式が使われたラルコットの画像典型的なラルコットの画像は猫の画像に3セリフフォントで大きなキャプションが付けられている。ラルコットの画像の多くは猫が人間のような行動をしたり、コンピュータに代表される現代的な技術を使ったりしているように見えるようになっている。 キャプションは画像中の猫の発言を表すか、その状況を説明する。キャプションは意図的に英語の綴りや文法を間違って書かれ、奇妙な活用形であるが、新しい綴りや活用のルールにおおよそのっとった動詞が用いられる。キャプションの文字はインターネットスラングに典型的な文法的に貧弱な方言が使われている。ラルコットのキャプションには決まった言い回しのひな型が、 使われる。その言い回しの一部は出所の明らかなもので、多くの場合は、オールユアベース e b ビロングツーアスや、ドノットオントに代表されるインターネットミームであるが、そうでないものもある。ラルコットのキャプションに使われる方言は、人々が飼い猫に話しかけるときによく用いられる幼児ごとに通っている。よく知られたラルコットの言い回しとして、インインユアイングユアがある。 ラルコットのキャプションには短い単語だけのものもあり多くの模倣や編集を生み出しよく知られたものとしてシーリングキャットやフェール、アイキャンハズチースバーガーなどがある1905年のハリー・ウィッター・フリーズによる猫のポストカードラルコットが初めて匿名画像掲示板の4チャンで見られるようになったのは2005年頃のことである確認できる 最初のラルコットという語の使用は2006年6月頃にまで遡り、また lolca.com t というドメイン名が登録されたのは同年6月14日である。ラルコットはサムシングオーフルフォーラムなどで使われることでその知名度を上げていった。ニュースジャーナル紙はラルコットの奇跡はウェブサイト4チャンに遡り、そこでは土曜日あるいは キャターデイズに関する奇妙な猫の画像が使われていた。としている。さらに、それらの画像は、長い間インターネット上で様々な異なる名前で、使われ続けたが、2007年初頭に、アイキャンハズチースバーガーが登場するまでは、センセーションとはならなかったとしている。アイキャンハズチースバーガーの最初の画像は2007年1月11日に、 おそらくサムシングオーフルフォーラムに投稿されたものと考えられる。タイム誌のレブ・グロスマンは、ラルコットの最古の使用例はおそらく2006年まで遡るだろうとしたが、後に自身のブログでこれを訂正し、その中で読者から送られたエピソード的証拠を要約して説明するとともに、キャターデイの起こりや、現在、ラルコットとして知られる形式が2005年初期からあったことを掲載した。 ドメイン名 caturday.com は2005年4月30日に登録されている。ラルコットのキャプションに使われる方言は、ジョークプログラミング言語のロールコードの元となっており、同言語のインタプリタやコンパイラは、ネットフレームワークやパールなどで利用できる。シーリングキャットは、インターネットミームによって広まったキャラクターである。最初の画像は、 天井の穴から顔を覗かせる猫の画像に、シーリングキャットイズウォッチングユーマスターペイットとのキャプションが付けられたイメージマクロである。その後、シーリングキャットはお前のを見ている。というキャプション付きで、シーリングキャットの画像を左上隅に配した形式のイメージマクロが多数制作された。このキャラクターは、ダルコット聖書翻訳プロジェクトにも用いられた。 シーリングキャットとベースメントキャットがラルコットの世界の神とサタンを表しているとされる。ありがとうございます。